地にですね、6年ぶりで6年ぶりに、まあ、復帰といいますか帰ってきてくれました志垣氏が就任いたします。その当時ですね、私まだ選手でして、彼とは選手とコーチの関係だったんですけれども、一人一人に選手一人一人にですね非常に寄り添ってくれてですね、とことんコミュニケーションを図ってくれるコーチだったなと思っております。またあと分析力に非常に長けてまして、他チーム、それから自チーム、それから選手個々のウィークポイント、ストロングポイントなどをですね映像を駆使しながら、私たちにアドバイスしてくれた印象があります。この5年間のうちに彼もですねいろんな経験をして、レベルアップしていると思いますので非常に期待しております。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今期からヘッドコーチを務めます、志垣と言います。6年ぶりに、ガイナーレに復帰することになりました。私自身2013年に非常に悔しい思いを、経験したメンバーの一人なんですけれども、その、悔しい思いをエネルギーに変えて、何としても、監督選手をサポートして、J2 復帰果たしたいと思っております。よろしくお願いします。はい、続きまして、キーパーコーチです。ヘネ・エンリケ・カタリノ氏に、就任していただきます。昨年まで栃木 SC さんに在籍していました。昨年からブラジル人を多く、在籍させる、クラブ方針になっています。スタッフ側にも、なんとかブラジル人を置きたいなという考えがありまして、ただですね、日本の文化を知ってて、知っているブラジル人のキーパーコーチっていうのはなかなか、見当たりませんで、ただ栃木 SC さんを対談するという情報を得た瞬間ですね、すぐさま、ヘネさんの方に会いに行って交渉して快く引き受けていただきました。キーパーコーチのところの成長、キーパー陣の成長はもちろんなんですけれども、ブラジル人のコミュニケーション、日本人へのコミュニケーションというところをですね、スタッフ側から選手に対してアプローチしていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ゴールキーパーコーチです。venho para fazer um ótimo trabalho no Gainer Tottori。鳥取でものすごいいい仕事をしてできることを喜びに思います。E venho para vencer. Venho junto com o staff conseguir colocar o Tottori no nível profissional. J2 にしっかり昇格できるようにスタッフと力を合わせてやっていきたいと思っております。E espero ser bem feliz aqui, como fui bem recebido. 心よく受け入れていただきありがとうございます。そして、今後楽しくやっていければなと思っております。よろしくお願いします。それで今通訳をしてもらった、新人の、クロスコーチ君です。まだ、19歳で若いですけれども、彼の人間性だったりサッカーに対する熱意というのを、面談の時に非常に感じております。通訳というポジションは非常に大事なところでもありますけれども、彼であればしっかりと役割を果たしてくれると思っております。お願いします。この度、通訳として就任させていただきました、クロスコーチと申します。ブラジル選手が、4人いるということで通訳業をしっかりしつつ、チームのサポートに、しっかり力になれるようにやっていきたいと思います。J2 の、昇格を、目指してみんなでやっていければと。よろしくお願いします。はい、続きまして新しくですねパフォーマンスディレクターという、役職を設けました。クラブの OB でもあります木下圭さんを招聘いたしました。昨年からですねクラブとして体というところに、フォーカスしております。昨年でいうと、トレーニング後の、食事提供などで昨年の統括会見でも述べさせていただきましたけれども、しっかりと体を数値を測りまして、全体的に、胸筋ですと2センチから3センチ、臀部のところですと4センチぐらい平均で、選手の体が変わってきました。今年はですね、そこに上乗せしてですね、動作に特化していきます。木下さんはですね、動作改善のスペシャリストで、いろんな知識をお持ちでありますので、
選手個々に対してアプローチをしていただきたいなと思っております。またアカデミーのところにも、積極的に参加していただきたいなと思っております。よろしくお願いします。この度、パフォーマンスディレクターとして、お仕事をさせていただくことになりました木下圭です。13年ぶりに地元に戻れて、大変嬉しく思っています。私の仕事としては、大きく分けると2つあると、考えています。1つは今吉野部長から説明がありましたけども、動作改善の部分で、このチームのパフォーマンスに、ピッチ上のパフォーマンスに つなげていくということ、それとあと、私はずっと、海外での生活が長いということもありますので、アカデミーの選手を中心に、もっともっと多様性を学んでもらいたいという思いがあるので、それを生かして海外との交流に積極的に関わっていきたいと思っています。社長の言葉にありましたけども、ぶっちぎりで友情する力になるためにこっちに帰ってきたので、覚悟を持って、1年間、働かせていただけたらと思っています。よろしくお願いします。はい、以上が、コーチングスタッフの体制となります。